皆さんこんにちは。スクイズ速報です。2020年からメジャーに挑戦し、現在サンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んでいる筒香嘉智選手、今春のキャンプでは招待選手としてメジャーに合流していましたが、そのまま昇格とはならずマイナーリーグ合流となってしまいました。諦めずにメジャーへ挑戦し続けている筒香選手ですが、ここに来て日本球界復帰の選択肢も出てきた様子。もし筒香選手が日本に復帰となれば、どの球団に行くのでしょうか。そこで今回は筒香選手が日本に復帰した際の移籍先についてご紹介していきます。日本時代横浜 DeNA ベイスターズでプレーし、通算205本塁打を放つなど日本を代表する主砲として活躍した筒香選手、メジャーには2019オフから挑戦しており、最初はタンパベイレイズと2年総額1200万ドルで契約を結んでいました。そして2020年の開幕戦となった7月24日のトロントブルージェイズ戦に3番三塁手で先発出場し、5回裏にリュヒョンジン選手からメジャー初安打となる左腰2点本塁打を放つなど活躍。しかしこのシーズンは試合数の減少もあった中で、全60試合中51試合に出場するも、打率.197、8本塁打、24打点、出塁率3割1分4厘に止まり、守備面では三塁手として14試合に出場して UZR-0.4、DRS-2 を記録。一方で左翼手としては16試合に出場して UZR+2.0、DRS+1 を記録しましたが、正直いいところなしな結果に終わります。さらに2021年は開幕から不振で、5月11日に DFA に、その後金銭トレードでロサンゼルスドジャースへ移籍し、給与のうちレイズ側が549万ドルを負担し、ドジャース側がメジャー最低年俸である43万ドルを支払うことで合意。ドジャース監督のデーブ・ロバーツは、私は筒香の加入にとても興奮しているよ。彼は日本で素晴らしい成績を残しており、ドジャースの一員として戦うことが楽しみだよと期待のコメントを残していましたが、移籍当初はドジャースに故障者が続出していたこともあり、積極的に起用されたものの打率1割台と苦しみ、挙句には右ふくらはぎを痛めて負傷者リスト入り。その後マイナー契約となり、最終的に FA になってしまいます。その後はパイレーツに移籍し、移籍以降は43試合に出場し、打率.268、8本塁打、25打点を記録するなど復調の兆しを見せましたが、2022年は大不振でメディアに酷評される始末。そのまま FA となり、以降はブルージェイズ参加、レンジャーズ参加と渡り歩くも、メジャー昇格とはならず、昨年は一時期チームに所属せず自主トレを行い、8月1日に独立リーグのアトランティックリーグの球団であるスタテンアイランドフェリーホークスと契約。そこで結果を残して、2023年8月21日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結びます。傘下の AA 級リッチモンドフライングスクウォーレルズで13試合に出場して、打率3割1分1厘、4本塁打、出塁率4割3分6厘、OPS1.014 の成績を残すと、9月17日、AAA 級サクラメントリバーキャッツに昇格。しかし、9月23日の試合で左手親指に死球を受けて骨折。そのままシーズンを終えて一時帰国し、12月8日にマイナー契約で再契約していました。そして今季は内野手枠で2月のキャンプ招待選手のリストに入り、メジャー昇格のチャンスをつかみます。しかし、29日から腰の張りのために別メニュー調整となり、その後チームに復帰するも、オープン戦5試合の出場で打率1割2分5厘、2打点の成績にとどまり、3月13日にマイナーキャンプ合流が発表。筒香選手は、まずはジャイアンツでやっていくという感じと心境を話しました。すでに練習試合にも出場しており、
一塁と外野を兼任することになるという筒香選手。しかし今後の状況次第では米国だけではなく日本球界復帰も選択肢になることを明かし、獲得の動きがあるまではここでしっかりやると語りました。この日本球界復帰の話はファンの間で話題となり、もし復帰するならどこに行くのか早速予想されているようです。渡米以降はなかなか結果を残せていない筒香選手。とはいえ日本時代は誰しもが認める主砲でした。実力実績ともに十分の選手で、もちろん日本球団からの需要は高いでしょう。ではもし日本復帰となればどの球団が獲得に動くのでしょうか。まず筒香選手の特徴を簡単におさらいしましょう。右投げ左打ちの長距離砲で、ポジションはレフトとライト、サードとファーストの4つが守れます。日本時代はレフトのイメージが強いと思いますが、メジャーではファーストでの起用が一番多いです。まあとりあえず外野と1、3塁が守れる長距離砲というのが筒香選手です。この条件でもし今季途中もしくは来季から日本に復帰するとなると、獲得に動くだろうなという球団が2つあります。それがホークスと中日です。ホークスはレフトに近藤選手、ファーストに山川選手、 DH にウォーカー選手、ライトに柳田選手がいるため必要そうに見えませんが、サードのポジションが固定されておらず栗原選手などがいますが、もし今季低迷するようなことがあったり栗原選手がダメだった場合には獲得に動く可能性は全然あると言えます。左打者は過剰になってしまいますが、柳田選手も高齢ですし、後釜とまではいかなくても左の長距離砲の後継者として獲得に動くのもおかしくないと言えます。ホークスは世界一の球団を作ろうとしているため、とにかく実績のある選手は獲得しようとします。球団方針から考えても動くかなと予想できますし、金額も出せます。なのでホークス筒香の誕生の可能性はあると言えるでしょう。もう一つの中日は長距離砲不足が顕著で、特に左の長距離砲がいません。ファーストはビシエド選手、中田選手がおり、外野も激しい争いが繰り広げられていますが、サードに関しては今のところ空いており、得点力向上のために獲得する可能性は十分あると言えます。また金額面も、筒香選手は現在マイナーというのもあって、そこまで大きな金額でなくてもいいと思うので、そのあたりを加味しても中日は動きやすいかなと言えます。あとは純粋に野手の層が薄い楽天やロッテの可能性もありますが、ロッテはともかく楽天は今本業が大変で資金をかけれる状況じゃなさそうなので、獲得には動けないのかなと思います。以上が筒香選手の獲得に動きそうな球団です。なお古巣の横浜ですが、ファンとしてはぜひとも帰ってきてほしいでしょうが、横浜は今のところポジションが空いておらず、復帰しても起用法に困る問題が出てきます。それなら他球団で活躍した方がいいとなるでしょうし、帰ってくる際に声は上げるかもしれませんが、古巣復帰はあまり現実的ではないかなと思います。もっとも帰ってくるタイミング次第で状況も違うでしょうし、どうなるか正直わかりません。もしかしたらドンピシャのタイミングで帰ってきて横浜を救う展開もあるかもですね。このように日本復帰も視野に入ってるという筒香選手、夢は諦めていないと思いますが、年齢も高齢になりつつありますし、そろそろ考えるタイミングなのは間違いないでしょう。果たして日本球界復帰はあるのでしょうか。今後の動向に注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。